やっほー、コメカパン講師のキサキです。本日もご視聴ありがとうございます。以前ですね、おつまみクッキーを作ってほしいってリクエストいただいてたんですけれども、やっとめっちゃ美味しいクッキーが完成しました。このチャンネルでもおなじみの業務スーパーの米粉を使って、作りたい時、食べたい時にパッとサクッと作れちゃうチーズペッパークッキーの作り方をご紹介していきます。おつまみクッキーとはいえ、普段お酒飲まない方も手止まらんくなるぐらいめっちゃ美味しいです。今回混ぜるだけで簡単に作れるレシピなんですけど、サクッと食感にするための重要なポイントっていうのがあるので、ぜひ最後まで見逃さずチェックしてみてください。では早速スタート。はい、では材料のご紹介です。前段、バター。バターは無塩バターでも有塩バターでも大丈夫です。無塩バター使う場合は、ここにはないんですが、塩を少々お好みで入れていただいても美味しいです。業務スーパーの米粉、粉チーズ、砂糖、あとブラックペッパーもお好みで入れてください。ちっちゃいお子さんとかいらっしゃる方は、このブラックペッパーなしで焼いてもらっても美味しいです。じゃあ事前準備をしていきます。バターと卵を室温に戻しておきます。そうすることで、バターと卵が分離しちゃうっていうのを防いでいきます。でバターはこんな感じで薄めにカットして置いておくと、早く室温に戻りやすいです。冬とかでなかなか室温に戻らないっていう場合は、40度の発酵機能とかでちょっと5分ずつぐらい様子を見ながらやってみてもらっても早く室温に戻ります。一度溶けてしまうとちょっと失敗したりとかしやすくなるので、様子を見ながらやってください。次、卵も時短で室温に戻していこうと思います。こんな感じでちょっと深めの容器に卵を入れてもらって、ここに30度から40度ぐらいのぬるま湯を卵がかぶるくらいまで注いでいきます。それか卵がかぶるぐらいの常温の水を注いで、そこに熱湯を入れてもらって、指で温度を確認したりしながら、だいたいこう人肌程度の温度にしてもらってもいいです。でこの状態でしばらく置いといて、で卵をこうお水から出した時にギュッと持ってても冷たくならない、こう人肌程度の状態になっていれば OK です。こんな感じで容器に入れた状態で室温に戻してもらってもいいんですけど、結構時間かかるんですよね。冷たいと分離しちゃう原因になりますので、丸ごとこんな感じでぬるま湯につけて室温に戻していただくのがおすすめのやり方です。この室温に戻す作業っていうのが終わり次第、オーブンを170度に予熱スタートしてください。はい、じゃあ作っていきます。バターは、こう指で押した時に崩れるというか、ギュッと柔らかくなる程度までほぐしておきます。ほぐしておきますじゃない、室温に戻しておきます。じゃあホイッパーでバターをほぐします。ホイッパーはこう目の粗いやつが、バターがこう中に入りにくいのでおすすめです。これ普通に100均のやつです。はい、OK。 こんな感じでほぐれました。バターがほぐれたら、ここにお砂糖と塩を入れて白っぽくなるまで混ぜていきます。今回は私有塩バター使ってるので、お砂糖だけ入れます。 10g で白っぽくなるまで混ぜていきます。これも中に挟まりやすいので、ちょっと振り落としながら、こんな感じでやりながら混ぜてみてください。はい、1分ぐらい混ぜました。今回きび砂糖を使ったのでちょっと分かりにくいんですが、こんな感じで少し白っぽくなりました。じゃあここにしっかり溶きほぐしておいた全卵を 25g 入れていきます。ちょっと3回ぐらいに分けて入れていきますね。混ぜながら、2回目、分けて入れることでやっぱり分離するのを防ぎやすくなるので、そうしています。はい、こんな感じで滑らかな生地の状態になりました。で、もし万が一分離してしまったっていう場合は、ここで業スー米粉を 10g ぐらい入れて混ぜてください。そしたらちょっと分離してるのがマシになって滑らかな状態になってくるので、その後残りの米粉を追加して混ぜていくっていう形でやってみてください。もしね、分離しちゃっても作ることできるので安心して進めてください。はい、ここまでできたら粉類を入れていきます。キッチンスケールの上にボウルを乗せていただいて、業スー米粉を 60g 入れていきます。そして粉チーズ 15g。 今回粉チーズはこのトップバリューのベストプライスって書いてる、このパルメザンチーズっていうのを使っていきます。お好みなんですが、胡椒を入れるとおつまみにもぴったりだし、そのまま食べてもめっちゃ美味しいんですけど、すごいね、こうアクセントになるので適量入れていきます。ブラックペッパー好きな方はいっぱい入れてください。
私はだいたい 0.4g ぐらい今日は入れました。いつも適当です。なんとなくこう振り入れてっていう感じでやっています。はい、ではゴムベラで混ぜていきます。最初ちょっと切るような感じで混ぜていきます。こんな感じでだんだんポロポロっとしているんですけど、粉っぽいところが少し減ってきました。そしたらちょっとギュッギュッと押すような感じで一つにまとめていきます。ギュッ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 で、ゴムベラでやってもらったりしてもいいんですけど、私的には手でやるのが一番早いなって感じているので手でやっていきます。ギュッとつまむような感じで一つにまとめていきます。ほら、もうまとまってきた。結構しっとりした生地の状態です。こういう感じでやってもらってもいいです。押しながらこう折りたたんでいくような感じで、でこれで粉っぽいところがなくなって一つにまとまれば OK です。万が一ちょっと生地が柔らかすぎたっていう場合は米粉を足しながら調整してください。逆に硬すぎたっていう場合はちょっと卵を入れて調整してもらうといいかなと思います。はい、じゃあここまでできたらもう早速クッキーの形を作っていこうと思います。結構レシピによってはクッキーをここで冷蔵庫で冷やしたりとかする工程もあったり、ね、型抜きしたりとかいろんなちょっとひと手間が加わったりするんですけど、今回はもう手間を最小限でもう食べたい時にすぐ作れるっていうコンセプトで作りたいなと思うので、早速クッキングシートの上に直接載せちゃいます。成形もめちゃくちゃ手間なくやっていきます。じゃあこんな感じでクッキングシートを敷いていただいて、その上に作った生地をドーンと乗せます。今回はね、四角の形のちょっとクラッカー的なクッキーにしていきたいので、少し四角にした状態で手で軽く伸ばします。手でこのまま5ミリ幅ぐらいまで広げていってもらってもいいですし、綿棒でこう上下左右に当てて広げていただくっていうのでも大丈夫です。今回はちょっと綿棒でやっていった方が綺麗に仕上がりやすいのでそうしていきます。で、5ミリ幅ぐらいまで広げていきます。3ミリとかすごく薄くしてもらうとサクサクっとした食感のクラッカーっぽいクッキーになりますし、少し厚めにするとしっとり感の増す仕上がりになるのでお好みで調整してください。はい、 OK、 だいたい5ミリぐらいに広がりました。そしたらちょっとこの周りがひび割れてたりとかするので、少しこう手で形を整えていきます。で、真四角横長の長方形にしていきます。結構ね、柔らかい生地なので手でも自由に動きやすい生地です。ちょっと分厚いところあったら薄めのところにこう移動させてあげてください。ゴムベラとか使ってもいいです。こうやって形を整えて、だいたい5ミリ幅ぐらいの四角の状態にしました。そしたらカットしていきます。カットするのは包丁でもいいですし、スケッパーでも大丈夫です。今回はスケッパーでカットしていきます。クッキー1個あたりのサイズはお好みにしていただいたらと思うんですけど、今回は 4×4 でやっていこうと思います。じゃあちょっと最初印を入れようと思うので、真ん中で2つに印を入れて、で左右もこんな感じで印を薄く入れました。縦に横の方もラインをちょっと薄く入れていきます。ちょっと薄いけど見えますか。こんな感じで薄くラインを引いたので、ここの部分をカットしていきます。端っこからまずちょっと縦にザクッと切っちゃいます。キュッキュッキュッ。切ったらこのままスケッパーをスライドさせるような感じにしてクッキー同士の距離を空けます。くっついてるとね、焼き上がった時もくっついてしまうので離していきます。一個一個切り離していって、ちょっと崩れやすかったりするので丁寧にここはやっていきます。こう形を整えてもらって、こんな感じで四角のクッキーになりました。これを他の部分も全部繰り返していきます。移動させるときは手でこう持つとちょっと破れやすかったりとかするので、このスケッパーの上にこうやって乗せながらこんな感じでよいしょ移動させてもらうと崩れにくいです。こんな感じで乗せてスライドさせるみたいな、ちょっとここはね丁寧にやっていきましょう。はい、綺麗に整列しましたいい感じ。クッキー同士の距離は1センチぐらいは空いているような状態になっています。ちょっとひびが入っている部分とかあればこう手でトントンと押してあげたりとかして、できるだけひびがない状態にしておいてください。はい、じゃあもうこれで完成です。焼いていきます。
じゃあ天板にのせます。これめっちゃ簡単じゃないですか。私クッキー冷蔵庫に寝かしたりする時間ね、待ってたらやっぱりこう夜とか作ってたら遅くなるし、すぐ食べたいなみたいな時に焼けたらいいなと思ったので、今日はこのやり方でやっていきました。じゃあですね、170度に予熱したオーブンで12分ほど焼いていきます。オーブンによってちょっと火力異なると思いますので、焦げないように様子を見ながら焼いていってください。でもし焼いてる途中でこう左右差があったりとか焼きムラっていうのがある場合は、天板の向きを左右こうチェンジしてあげると焼きムラがなくなりやすくなります。まあ、だいたい残り5分ぐらいをメドにやってみてください。はい、完成しました。めっちゃ部屋中香ばしくていい匂いがしてます。すごいカリカリに仕上がっています。で、このままでいいので、天板のまま粗熱を取って、で冷めたら召し上がってください。冷めるとまたこうサクッとした食感に仕上がります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひね、平日仕事終わりにでもサクッと作れるぐらいの簡単なレシピになっていますので、皆さんも作ってみてください。もっと業スー米粉活用したいっていう方は、これまでも業スー米粉の米粉パンとかパウンドケーキとかお料理系の動画などもアップしているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。このチャンネルでは今回みたいに米粉で簡単に作れるレシピのご紹介とか、いろんな情報をアップしています。産休育休を終えて8月からレッスンも再開したんですけれども、ちょっとドタバタでして、なかなか YouTube の撮影とか試作っていうところができてない状況です。なので年内は2週間に1回とかのペースでの更新になるかもしれないんですが、楽しんでいただけるコンテンツを作れるようにこれからも頑張りますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。いつもいいねとかコメントもありがとうございます。めっちゃ励みになってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。